イチョウ並木がライトアップされました。皆さんスマートフォンやカメラなどを向けて撮影していますね。鮮やかに色づいた東京明治神宮外苑のイチョウ並木、見ごろを迎えた昨日からライトアップが始まりました。しかし見に来た人たちが口を揃えていたのは、気温とかどうですか？今日は寒い、昨日は暖かかったけど、いっぱい着てきました。結構寒いです。結構寒い。今日はもう暖かいシャツを着込んで、子供たちにも暖かくしてからここに来ました。すごいこう温度差が激しいなって思う。昨日の東京都心の最高気温は前日より10度以上低い 13.5 度。10月並みの暖かさから12月並みの寒さとなりました。イチョウ並木を通り抜けた先では、かなり人でにぎわっていますよ。甘い香りしてきました。日本最大級のクリスマスイベント、東京クリスマスマーケット。定番のソーセージやホットワインが楽しめるほか、ドイツから輸入されたくるみ割り人形などの商品も並び、本場さながらのクリスマスマーケットの雰囲気を堪能できます。体が芯から冷えてきたので、こちらのホットココアをいただきます。上にはチョコレート、サンタクロース、ヒイラギが乗ってありますね。うわ、美味しい。優しい甘さで体が温まりますね。美味しい。冷え込んだ昨日、皆さんが口にしていたのはやはり温かいメニューでした。チョコレートのワッフルですね。美味しそう。出来たてはあったかいので、はい。クリスマスの装いをしているのはワンちゃん。飼い主さんの心配事は最近の寒暖差です。急に下がったからちょっとワンコにも応えているかもしれないですね。だからこういう風にちょっと厚着をさせて、はい、そう、厚着させて。そうなんです。確かにあったかそうですね。東京はこの先の気温も上がったり下がったり、師走並みの寒さから一転、あさって火曜日は再び10月並みの暖かさになりそうです。この寒暖差で気をつけたいことが、7度以上を超えてくるとその分寒暖差疲労が出やすくなりますよ。こちらのクリニックにはある症状で駆け込む人が増えているといいます。寒暖差疲労が出やすくなります。一番多い症状としてはだるいとか倦怠感、7度以上を超えてくると不調が強くなると、今週みたいな感じですけど、日頃一定の環境の中にいて、ただ外の環境とかが変化があるとついていけないような方が多いので、そういう面でやっぱりその冬が春先とか秋口とかそういうのが出やすくなりますよね。急激な気温の変化が繰り返され、自律神経が乱れることで起こるといういわゆる寒暖差疲労。特に寒暖差が激しい今年はある特徴が見られるといいます。だいたいその秋口春口ぐらいに増えてくるんですけど、今年って夏がすごい長くて急に寒くなった。去年よりもだいたい 1.2、3倍ぐらいはこの時期の寒暖差が増えてると思う。この寒暖差疲労ので受診する患者さんが増えてきているので、今後天候が年間通して安定しないような時期になっていくとより増えていくんじゃないかなという懸念はしてます。